それもあるし、別にね、タグがあるんですよ、ケモチトヤには。勝手に作られたタグがありまして、まあなんかコラ画像が送られてくるんですけど、それもね、溜まってるんでね、見ないといけないということで。よいしょ。おー、これ、すごい、タイムリーですね。皆さん、本日何があった日かご存知ですか？皆既月食があったんですよ。天王星がね、重なるってことで。もうそれになぞらえてすぐ作ってくれましたね。いや、まあ、ね、まあ気になるところがあるとすれば、あんま皆既月食って後ろのレイヤー見えないからね。皆既月食は重なって見えなくなるから、この後ろの宇宙のレイヤーがある時点で、これはもう皆既月食ではなく僕の消滅っていう、うんね、まあまあ技術がなかっただけでね。技術がなかっただけだよね。これはあなたの祈りを込めて作ったとかそういうことじゃないよね。技術のないから、これは仕方がないんですよ。まあ結構いろいろひどいことをやられてますけど、今回珍しくこれ僕が悪いですね。だからそんなとこにいたらしょうがないですよ。まあ、こんな威力で投げるか、剣持ちがいるのを見た後この威力で投げられるか、火花出てるけどみたいなところあるけど、まあちょっと珍しくね、僕がいたのが悪いっていうケースもあります。珍しいですよね。もうね、ガチすぎる。うん、すごいね。こういう姿勢で取り組むことじゃないんですけどね。だって後ろの人とのスピード差見てくださいよ。パン食い競争ってパンを食べながらする競争なんですけど、こいつはこれがご飯の人の姿勢ですからね、取り組み方としてはこれで食ってるっていうと言い方違うけど、これが唯一の食事の場みたいな必死さですよね。いや、でもそのパン食い競争、かなり非人道的なこと言いますけど、そのパン食い競争見てみたくないか。うん、ちょっと非人道的すぎるか、やめましょう俺やめましょうね。非人道的すぎないかな。何したんでしょうね。なんだろう、デッキ燃やしたのかな。なんかショーケースの中とかにあるカード全部焼いたのかな。あんま社長、言っても温厚ですよ。あんま社長人のことリフティングしないと思うんで、これも僕が悪かったのかな。なんかあるとしたら、まあ、こうならないようにね、ロフマオでは日々気をつけていますけどね。もう何人かスタッフはこうなってますから、うん、もうね、ちゃんと気をつけていかないと。グループはね、まあ、何人かこうなってますから。じゃあね、今日はホラーゲームの配信をしていきたいと思います。